千葉県です。超超超久々の動画配信ということで、実はね、もう環境がガラッと変わりました。実は今日ですね、まあ実は環境が変わるじゃん。いや実は、あ、そうそうそう。今日午前2時か午後2時か、まあ講座の方ね、させていただいてました。まあ特別上級講座というね、認定講師になるための一つ前の8時間特別上級講座、アドバイザー資格をですね、まあ、ご提供する、そのための講座。まあ、通常8時間なんですよね。まあ、4時間、4時間、2日間にわたっての開催も、まあ、可能なので、今日は Zoom を使って、ね、そんな感じでやらせていただきました。実は6月にですね、引っ越しをして、新居にね、入りました。そして、まあ、こういった感じでね、環境変わり。で、まあ、今日そのために朝早起きして、分解したホワイトボードを組み立てて、そして目の前にはパソコンと、で三脚に iPhone を接続して、でこういう環境をせっかく作ったので、ということで、久々に、こんな感じでね、一人喋りをして見てるという感じです。だから、ね、前回の投稿が2021年の12月28、9。だからもう半年以上、まだね、何も配信せずに。まあ実はですね、近況としては、1月から、ね、ICT の支援ということで、いろんなのが契約しているというか、担当している小学校、中学校に伺って、タブレットを使った授業の支援、ね、先生が、ね、どうやってそのタブレットを使って授業をしていくのか、またその授業の支援に入って、ね、ちょっと動作が慣れないというか、不具合が起きている、そういった、ね、お子さんに対しての、まあ、サポートをするというふうな、ね、ことを平日させていただきながら、でやっと、まあ、1月からなので、今半年以上経ちましたが。やっとようやくね、慣れてきたところで。まあ、その途中でまた新居、ね、引っ越しをして、どんどん環境と、ね、まあ、環境ととか環境が変わっていった中で、いよいよね、またこうやった感じで、ズームで配信できる。まあ、自分の心の余裕というか、ゆとり。で、さっきも言った通り、今日2時間、午後2時間のトータル4時間こうやって話をして、まあ、別に喋り足りないというわけじゃないですけどもね、せっかくこの環境があるのであれば、活用して、また何かお届けしようというような感じで喋ってみてます。まあ、実はこの辺何回か目標と取り始めて1つ、2つ、3つ目、4つかな。はい。だからね、ちょっと うまくいかないというか、まあね、こう接続聞きにはちょっと音が聞きにくかったりとかね、微調整しながらまた喋り始めてる。まあ、いつも通りですが、目の前に別に台本があるわけではなく、でただひらめき直感で降りてきたものを喋る。なんでね。はい。まあブログかな ?SNS、まあ、LINE の方でも配信したかもしれませんが、やっぱりこう、起こることは全て必然。だとするならば、そのなんでどうしてというようなことが起こっても、そこに何の意味が、どんな意味があるんだろうと思って、そして、今日の大切なことがね、お伝えしたいこと。まあ、これを個性心理学を学ぶとか、個性心理学というようなね、考え方を活用していく上でも非常に、まあ、重要な考え方かなと思うんですが、いろんなす、ね、こと、すべてのことを喜んでやるのか、楽しんでやるのか、いやいややるのか。この心持ち、その違いで、結局起こってくる現実が違ってくる。だからこの個性心理学も、喜んで使う、楽しんで使う。別にね、個性心理学面白いから学ぶ、楽しいから学ぶ。そういった方々は、いやいやこれを活用するってことはあまりないんでしょうけど。でも、いやいやを、なんだろうな。で、思ってる自分に気づく。気づきこそが学び、気づきこそが成長なので、まあ、そういったところではね、また個性心理学に少し話を戻すと、あ、こんな価値観の人がいる、ああいう価値観の人がいる、自分とは違う価値観の人たちがいるんだ、そこに気づきやすくなる。そして否定的に、ね、思った自分も、ね、なんでどうしてって、不平不満を抱いた自分も、そこに気づいて、うん、これはこの人の考え方なんだなって、これはこういうことを大切にしている人なんだな、その事実、ね、不平不満を抱いた事実。なんでと思った事実。それも OK。それも否定せずに認めて、そしてこういう人なんだなっていうことを認めて。うん、何も否定しない。要は、気づけば切り替える。気づけば切り替えられる。私もいつもそういうね、ことを日々以降、面白く楽しくやっている。ね、さっきも言った、喜んでやるのか楽しんでやるのか。ね、個性心理学を活用するには、いやいやそれを活用しなければならないところはないのでね。ただ、より良い。まあね、より良いっていうね、言葉を使っても、それぞれの人にとってより良いが違うので、一概にね、あれですけど、ただ私の思うより良い生活をしていくためには、こうやって気づいて切り替えて、そして楽しむ。
いやいやいや、あいやいやってる自分いるな、うん、やめよう、切り替えようみたいなね、はい、いうようなこと、まあ、そういったこともね、こう精神輪郭を教えていくというかね、伝えていく中で、やっぱりあり方も大事だよということで、ね、合わせて話をしています。まあ、実は新居こうね、引っ越しをしてくる、その前にね、以前、まあ、うちの妻がね、5月に骨折をしました。え、なんでこんな大事な時になると思うわけですよね。もう、面白いです。結局、数年後には笑ってる自分がそこにいる。なぜかね、ネタにして笑ってる自分がいる。なんでこんなこと、なんでこういうことを、うん、でも数年後、いや、数年後、もう数年もかかんないでしょうね。もう数ヶ月後には、それを面白く、まあ、不謹慎かもしれませんよ。大けがしてるわけですからね。もうそれも楽しんで面白くて、いい方向に持っていこうと。それすらチャンスにしていく。そう、ピンチはチャンス。というかね、ピンチの中にチャンスじゃなくて、ピンチはチャンス。イコールです。ピンチの中にチャンスあり、え、おいおいおい、ピン、チャンス見つけられねえよ、みたいなね。はい、いうことで。だからピンチはイコールチャンス。なので、これを喜んでやるのか、楽しんでやるのか、いやいや、やるのか。だからもう喜んでやった方がいい。楽しんでしまった方がいい。楽しめればネタ。喜んでやったらネタ。いやいややったらネタにならない。ああいう苦しいことなんてさ、とかね。でもネタになって喜んで、でも切り替えることができたから、それを喜んで楽しんで、ニクニクしながら喋られる。そう。すべて、この世界で起こることは全部ネタです。はい。私はもうそう思ってるし、そう考えて生きてるので、やべ、面白いネタ増えた。みたいなね。まあ、当事者。妻から見ると、それをね、そういう考え方は不謹慎に思える。見えるかもしれない。やっぱり結果的にそうなんですよね。そしてそれがきっかけで、ね、私の Facebook じゃなくてインスタの投稿あるタイミングからもうお弁当ばっかりみたいな。そうで妻が作っていたお弁当でもそれはやっぱりね自分が作るのがこの当たり前になりつつでも当たり前です。娘の弁当と私の弁当で1人分作るの2人分作るの手間はかかんないわ、ね、変わらないわけですよね、まあ、それも当たり前になってきた。本当にこの数ヶ月で自分 の今までの常識がもう変わってる。そう、常識で変わるんですよね。いくらでも変わります。それであまり固執しないというか、そこにこだわりすぎないというのもね、一つ重要なことかなと思って、ちょっと待ってね。うん。ちょっとね、この後来客があるので、今ちらっと車の音がしたのでね、はい、見てみたりなんかしました。やっぱり精神がこう活用していく。もちろんそれも大事です。うん、知ることによって気づけるタイミングが増える。気づけるポイントが増える。あ、これって、この人の個性なんだ。価値観なんだ。考え方なんだな。OK、OK。それは何も否定するところではない。それと同時に、やっぱりどういうあり方で自分がいるのか。それがやっぱりすごく重要、大切だと。まあ、さっきも言った通り、でそしていつも言いますが、いつもこう、ただね、降ってくる、降りてくる言葉をただわーっと喋ってるだけです。取り留めもないとかね、何もまとまってない。もうその中から何か皆さんの気づきとかヒントになればなということで、今日はまずテスト的にです。久々のこういうね、喋れる、そして録画、ね、そういう環境が整ったので、あ、じゃあせっかくこのまま片付けてしまうよりと。何か一つでも二つでも、ね、言葉のマシンガンじゃないですけどね。そこに、あ、島さんはそういうふうに考えてるんだ。そういう考え方をしてみよう。そういう捉え方、見方、捉え方を変えて。面白くやってみよう。楽しんでやってみようと。まあ、この世界で、ね、極論を言えば、もう楽しんだが、物勝ち。ただ、その楽しむとか、面白がるは、自分のためだけだと、ちょっと、どうかなと。それでまたね、周りを、みんなをこう、喜ばせる、楽しませる、というところにもつながっていくと、ベストなのか、というようなね、感じで。実はこれね、あれさっき言いましたけど、テイク4です。やっぱりね、毎回同じようなことを喋ってるようで、4回目、全く喋ってないことをまた喋ってたりとかね、はい、なんかしますが。なのでね、まあ、何分喋ったんだ、これ。ああ、さらっと喋ってももう9分、10分ぐらいになりますけどね。はい。これともう一つ、今日、ペガサスのことをちょっと話しようかなと思ったんですけども、多分この後、またね、何分か後にその来客があるので、はい、一旦今日はここで終わる。ね、久々に同じ格好のまま、同じ、ね、こういう感じのまま、第2弾も一応撮っておこうかなと思いながら、まずはね、久々の投稿、配信を終わりたいなというふうに思います。ありがとうございました。